はい、これが周南緑地公園の案内図です。こんな感じですね。野球場があったり陸上競技場、それからサッカー場、でテニスコート、運動広場で、スポーツ総合センターね、体育館あったり、あとグラウンドがめちゃめちゃ第2、第3、第4、第5グラウンド、ソフトボール広場で、交通教育センターね、自転車ですね。はい、であとはね、こう市民の森とかキャンプ場とかね、ほんとすごい大きな大きな公園なんですね。今日はちょっとだけこの中から、桜の森ってね、ここね、桜の森をご紹介します。ではでは行ってきます。はい、皆さんこんにちは。今日は山口県周南市にある緑地公園に来ております。さあ今からですね、桜の森、ちょうど4月の今日は5日ですかね、6日ですね、4月の6日、ちょうどね花見も満開なので、今から桜の森というところをご紹介します。さあ看板がまず桜で覆われて見えにくいね、これ桜の森って書いてありますね。こんな感じですね。もうすでにもう散り始めてんのかな。じゃあ今からちょっと案内していきます。うい、めちゃめちゃ綺麗。そしてこれはなんだ、あ、はいはい、公園を綺麗にしましょうの看板ね。こんな感じですね今ね。じゃあちょっと中入っていきます。よいしょ。さあ桜の森なんですけども、本当にね、僕ここの公園、緑地公園っていうところは、あの小さい頃からスポーツ少年団で野球とかやってたんで、すんごくねここであのグラウンドがたくさんありまして、本当に野球スポーツ少年団の時に練習とか試合とかここでやってた覚えがすごく多いですね。だからその頃からあんまり来てないので、本当に久々に来たなって感じですね。さあこういう感じですね。もう本当になんか癒されるって感じ。手入れもねしっかりされてるのでね、ほら綺麗にちゃんとね、剪定の方をされてまして、主要の部分の剪定はバッチリ。ここね休憩所ですね。ここよくみんなで座ってなんかやってたような気がするな。そしてこちらが桜の森に入ってきますね。よっしゃ。まあ広場ですね、あの花見とか、ここはねバーベキューができる、申請すればバーベキューができる場所ですね。多分昨日おとついの土日はね人がそこそこいたのかもしれませんけども、今日はなんといっても月曜日で、見てください、誰もいない。はい、一組いた。よし、そんな感じでお届けします。本当桜に囲まれた公園って感じでしょうかね。ちょうどそんな感じですね。まあ本数自体はちょっと少ないのかなって気もしますけども、まあお弁当食べるくらいなら OK じゃないでしょうかって感じです。で、あとはですね、本当この東京公園、この緑地公園自体めちゃめちゃ本数はね多いんですよね。1500本ぐらいの植木が、桜の木が咲いてますけども、だからどちらかというと分散されて育ってる感じでしょうかね。この辺から降りれるのかな。よいしょ。どこ見てもほら桜桜桜桜です。今日はすんげーでしょ。でこれ降りたところに、僕が小学校の頃すごく遊びに行って連れて行かれてた交通公園っていうかね、あの自転車の教習所みたいなのがあるんですよ。ちょっと中には入れないけども、外からお伺いしましょうか。よいしょ。ういー、あのそこに建物があって、これがあの入り口ですね。自転車公園の入り口で、この中が今自転車、今日はお休みなのかな、やってないですね今日はね。でもほう、ここも桜が満開です。本当に綺麗です。桜めちゃ綺麗。上まで、あ、この青いブルーと桜のツーショットいいですね。で今日はね全然お休みなんでしょうね、月曜日はね。静かです、誰もいない感じで、ここ中にはねブランコもあったり、なんか子供が遊べる施設がちょっとあって、でまあ中で自転車、いろんな自転車乗れるんですね。あの最新の自転車とか、昔ながらのママチャリとか、いろいろな自転車を乗った記憶がありますね。ここは本当綺麗、桜が綺麗です。
ここから見てください、この桜の風景を。ダダーンと。で、ここがね、多分グランドソフトボール球場かなんかだと思うんですね、この先、ここにあるのがね。いや、すごい。もっとこれずっと歩いていくといろんなグラウンドが見れるんでしょうけどもね。これどこでさ、どこに座ってもゴザ引いてっていうかね、ほんとどこで花見してもいい感じですよね。よいしょ、ほらほらほら、いい感じでしょ。まあ歩いてるだけでも癒される感じね。ここでお弁当を食べたいなと思うんで、後ほどお弁当買ってこようかなと思います。さあ、こちら桜の森戻っていきましょうか。今日は桜の森の案内なので、あ、さっきここにちゃんと階段があったわ。さあ、ここトイレですね、おトイレの横の階段登っていきます。さあ、おー、やっぱこの青い、今日ね天気いいから青と桜のツーショットっていうか、こういいな、これ、これほらめっちゃいいでしょ、こういうやつね。いい感じです、ほんと満開って感じ、ほら。あ、これちょっと後で写真撮りたい。よっしゃ、じゃあそんな感じで戻っていきます。これ登ると桜の森ですね。よいしょ、ドンドンドン。うわ、やばい、人がいたからもうこの辺で切ろうか。じゃあ以上、桜の森からでした。